大谷翔平選手の凄まじい活躍により、日米の注目を一身に集めているロサンゼルス、ドジャース。彼の存在はチームの上昇軍団としての名をさらに轟かせています。ドジャースはチーム補強や運営においてもぬかりがないことで知られており、まさに万全の体制を整えています。しかし、そんなドジャースを買収しようとも苦労んでいる企業があります。それは誰もがシルウォルト・ディズニー・カンパニーです。昨年、エンゼルスの買収でも話題になったディズニー社ですが、 今回はドジャースへ本気で狙いを定めたというのです。なぜディズニーが大谷選手のエルドジャースを買収しようとしているのでしょうかその裏側には、大谷選手がディズニー社の経営危機器を救ったエピソードなど、意外な理由が隠されていました。まず、ドジャース買収の大きな理由となる親選手個人とディズニー社の関係について簡単に紹介します。2023年の決算で4億ドルを超える赤字が報じられたディズニー社。その赤字の最大の要因となったのが、動画配信サービス。 ディズニープラスの不調でした一時はトップサービスに迫る勢いだったものの、2022年はユーザー数が激減、翌年2月には従業員7000人を解雇する事態に陥り、完全に業績の足かせとなっていました。しかし、2024年3月期の決算では驚きの内容が公開されました。他事業の不振で業績は赤字だったものの、ディズニープラスは初の黒字を達成。また 減少の一途をたどっていたユーザー数も2023年12月中旬頃から増加に転じたのです。料金の値上げなど解約要因があったにもかかわらず、なぜディズニープラスのユーザー数は増加に転じたのでしょうかその理由は日本でも大きな話題となったキラーコンテンツ、昌平王や、e、EYOND, The Dream というドキュメンタリー映画の存在にあります。この映画がディズニー社を経営危機から救ったのです。昌平王や、e、EYOND, The Dream。 ドリームは配信当初、ユーザー数に目立った増加は見られなかったものの、大谷選手がドジャースへの移籍が発表されたことでユーザー数や視聴数が爆発的に伸びていきました。さらに、その影響力はテーマパーク事業にも恩恵をもたらしています。日本の大手旅行代理店のスタッフは、ロサンゼルスの現状について次のように話しました。大谷選手がドジャースに来てから盛り上がりが半端ではありません。 ホームゲームがあれば毎回200人以上の予約が入るので、ホテルの料金が普段より100ドル近く上がるのが普通です。それでもファンの皆さんは大谷選手が見たいからロサンゼルスに来るんです。ドジャースタジアムからディズニーランドも車で遠くないので、ツアーを組んで回る方もたくさんいらっしゃいますよ。エンゼルス時代は本拠地の近くにディズニーランドがあったのに、ここまで盛り上がることはありませんでした。やはり超人気球団に移籍したことが大きいのでしょう。今や大谷選手はメジャーリーグを象徴するブランドであり、 紛れもなく世界最高峰のエンターテイナー、ディズニー社のイメージや、すでにとんでもない経済効果を享受していることも相まって、ディズニーは大谷を広告塔にするためにドジャースの経営権の一部を買い取る方向で動いているという衝撃の情報が米メディアで報じられました。ドジャースは共同オーナー制であり、一部の経営権をディズニーが買い取るというのは現実的な話です。 ディズニー社はもともとエンゼルスのオーナーを務めていたこともあり、エンゼルス時代は買い戻し間近まで迫ったものの、当時のオーナーのしぶりで白紙となりました。米メディアは、今年ばかりはディズニー社も本気で大谷の影響力を手に入れるだろう。すでにブローカーが動いているとの情報もある、と報じています。しかし、共同オーナーの代表はウォール街切手の B1 経営者である大富豪。果たして黄金時代真っただ中のチームの経営権を一部でも渡す考えはあるのでしょうか ドジャース買収の最終手段としては、大谷選手が結んだ異例の契約も大きなポイントとなります。北米プロスポーツ史上最高額となる10年総額7億ドルの契約でドジャースに入団した大谷選手ですが、97%を後払いにするという契約内容が大きな話題となりました。しかし、球界関係者が騒然としたのは別の部分でした。それは、キーマン条項と呼ばれる契約が付帯していたことです。一般的なキーマン条項は、 監督が退団した場合に契約破棄の権利が発生するものがほとんどですが、大谷選手に付けられたキーマン条項は、オーナーまたは編成本部長が球団を去った場合に契約を破棄できる、という、MLB の長い歴史でも初めての内容でした。大谷選手も入団会見で、オーナーと編成本部長の二人と契約するという形ですし、そこが崩れたら契約も崩れることになると自らの口で説明しました。個人的には、大谷を軸にさらに強いドジャースを作っていくんだ。 というオーナーと編成本部長からのメッセージに感じましたが、一部のメディアからは逆手に取った懐疑的な声が寄せられました。ベースポーツ専門局 ESPN の記者は、大谷はウォルターとフリードマンに終身雇用を与えてしまったようだ。もし私がフリードマンなら無断駐車もするし、やりたい放題する。それでも二人の雇用は守られるんだ。いいよね。何があっても大谷が後ろ盾なんだから、ファンがフリードマンを解雇しろと言っても。 大谷が阻止したら誰も口出しできない、と冗談交じりにキーマン条項を批判しました。ただし、ドジャースのオーナー交代の歴史を振り返ると、終身雇用と言い切ることは決してできません。現在ドジャースはクッケンハイム、ベースボール、マネージメントが所有し、筆頭オーナーを務めているのがマーク、ウォルター氏、MLB のオーナーでは5番目の富豪と言われていますが、大型契約を結んだ選手を功労者扱いするあまり、チーム内に不協和音が生じていると報じられたこともあります。 ドジャースは今世紀に入ってすでに二度オーナーを交代しており、何と言っても共同オーナーという点は今回のポイントです。一部であればディズニー社が付け入る隙があるのです。チームが勝ち続けているうちは安泰と思いますが、スポーツチームを運営する上で成績不振や不祥事は常に隣り合わせです。11年連続でポストシーズンに進出していることが仇となり、その記録が途絶えた途端に非難の的となり、オーナーを降りる人物が出てくる可能性もあります。 そんな隙ができた際には、ディズニー社もそのような状況を逃さないでしょう。ドジャースを買収することは、大谷選手の影響力を直に受けることができるということです。もちろん気になる話題ですが、私たちが本当に見たいのは、大谷選手がじっくり腰を据えて新たな伝説を作っていく姿です。これ以上大谷選手の邪魔になる存在が現れるのは勘弁してほしいものです。チームがナショナルリーグに四地区一位を走っていることもあり、今季は最後の最後までワクワクさせてくれること間違いなしです。 大谷選手の参観を獲くとことポストシーズン進出を願いながら、毎日の活躍を見守りたいですね。あなたはディズニー社のドジャース買収についてどう感じましたかぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいたあなたにグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報を全力でお届けしていきます。チャンネル登録がまだの方は、ぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。